テスト3年目かな、これで連続生産、継続生産3年目、まあ、できるだけボトムアップ的に あまり分野を問わずに、まあ、データの紹介をしましょう、その部分に横のつながりができれば、より、まあ、総合研究が広まるだろうという、まあ、モチベーションのもとに、始めさせてもらっています。最初のところでビッグデータのあるユニオンセッションがあると思うんですけど、それと日程かぶったんですけれども、まあ、こちらはこちらのゾーンの方でやるところはやりたいと思います。で、発表の方々ってこう1例で10分で、2例で12分で、3例で14分とします。で、1例上がったときにあと2分で終わるなってことを意識してください。で、2例上がったときに基本的には発表を当てて、質疑応答時間から2分半ぐらいで、考えてもらえれば、ありがたいです。で今日、2つのパーツに分かれてまして、前半の座長を担当します芝田屋監督のセッション研究センターの木内と申します。よろしくお願いします。前半7件あります。じゃあいいかな、始めて。じゃあ1件目、気象研の玉森さん。